はい、じゃあカルカッタのコンクエストの僕が使ってるねコンクエスト 101G のメンテナンスをしていきたいと思います。まず必要となってくる、道具たちを説明していきたいと思います。ドライヤー、パーツクリーナー、あとはこの小さい金属製の容器、あとは綿棒、ちょっと大きめのドライバー、マイナスドライバーで、細めのドライバー、マイナスですね、これもで、あとは、プラスドライバー、こうピンセット2種類ぐらい、この先が細い細かい作業に適したやつと、ちょっと大きめのこういうやつね、で、あとは、グリスとか乗るときに使う、ハケ、うちのハンドルはこういう特殊工具がないと外せないので、ハンドルに合った特殊工具、そして、グリス、オイル、ベアリング用のオイルね、金属製のプレートがあった方がいいかな。で、まあこういうメンテナンス用のマットがある人はこういうのを使ってもらって、で当然まあリール、そして、キムワイプ、こんな感じかな。はい、これだけあればこのコンクエスト全部バラしてきれいにオーバーホールして戻せます。はい、じゃあ早速やってみたいと思います。メンテナンスをやっていきたいと思います。まあ、普段僕がやってる方法なんで、まあ、全て正解かっていうとそういうわけでもないかもわからないですけど、やっていきます。まずこっち取ってきます。サイドプレートとね、まあ、僕の場合こう GPI さんのスプールに書いてあるんでちょっと構造が変わってるんですけども、大体まあ基本的には同じなんで、でこのハンドルも純正から交換してあって、うちのオリジナルハンドルのエスピラルっていうハンドルに変わってます。でセンターナットは、リブレさんのセンターナットを使用しているので、リブレさんの工具で取り外していきます。はい、でこの外した順にねこう置いていく場所を作っておいてもらえると、後で組み立てるときに分かりにくくならないので、こういう感じでね1個ずつ外した順に置いていきます。ここもね外します。本当に外した順に全部置いていけば、間違うことっていうのは基本ないんでね、それ通り忠実にやっていってもらえればいいと思います。基本はまあまあ迷わないのね、こうみんなねこうバラしてどれがどうやったっけって順番わからなくなるっていうのはあるんですけども、まあ順番にこうやっていけば迷うこともなく、迷うこともないんで、こういうふうにやっていきます。ネジね、ネジもこう分かりやすいようにこうね外していくわけです。ここら辺にねネジ、このレベルワインドのとこにあるんで、そこも取らないと外れないです。これも細いドライバーじゃないと難しいですね、外すのが。よし、これも取れた。このネジね、このネジも取っていきます。これで取れます。はい、これでねこういう感じにばらせたわけです。んでここら辺も順番に外していくわけですけども、これね、バネなくさんようにバネから
先にこのメインギア外してもいいかな。メインギアも外して、ね、置いときます。でこれもメインギアのあれの順にしとってもらえばいいかな。でこういう状態になるんで、このピニオンギア次外します、ね、ピニオンギアも、ね、そうするとここまでいきます。でこのレベルワインドのところ、こういう感じ取ります。これもで、これでレベルに抜けるようになるかな。これをね、そしていきます。ここで気をつけた方がいいのが、見て、これがポロッと落ちてきて、どこやったっけってなることがあるから、これちっちゃいパーツがよくなくしてしまいがちだから、これ気をつけてください。これでまあこのレベルラインの部分が外れたので、こんな感じね、レベルラインが取れました。レベルラインがまあとりあえずこの中のこのクラッチを取ります。ここの裏側にネジがあるから、このネジを緩めます。とりあえずね、でこれを外したとき、これでクラッチ取れるようになるんで、外していきます。このネジ取ったらこんな感じになります。ここのね、今もうこれ指外したら飛んでしまうから、で、まあ、このネジとセットに置いといて、ここもこのバネでバーンって弾けるから気をつけながら、これがねよくペッて飛ばしちゃうやつや、うん、ね、部品ごとに取ってきます。どっちが長かったか覚えておいてもらって、でこんな感じになります。そのバネ系統と、でここで、まあ、この金属のやつを外せば、このクラッチも取れると、これを取ればね、こんな感じになります。あとはこのこのセンターのベアリング取ってもらっていいし、取っといて、でまあこの樹脂のやつ、これはあのこの裏側からそのさっきの樹脂のやつを取り付けてあるこのネジをね緩めることで、あの裏側のこのパーツが取れるようになります。で取っていきます。これはね、あ、ネジがね、どれどれ細かいんでなくさないようにしてもらって、でこれで取れます。これだね、こうやって
で、この黒いやつがここら辺のね2箇所の爪で引っかかってるんで、これ外してもらうと取れます。もっとこっち側からこうやって押すだけでね取れちゃうんで、こうやってあっという間です。これは簡単です。はい、こんな感じでね何もついてない状態になります。こういう感じで、はい、でこれでちょっと軽くっていうか、まあ洗いたい人はお湯とかにつけてもらってもいいし、もし汚れがひどい時はまあお湯とかにつけてしっかり洗っていくって感じですかね。ヘアドールがひどくなければ、この油汚れとかだけだったら本当パーツクリーナーだけでいいし、はい、ということでこのメインのフレームをだいぶきれいにできたんで、まあこれはもう OK ですね。でまあここの例えばこのクラッチとかもこの際にね結構汚れてたりするんで、クラッチとかもしっかりとね拭いてもらって、じゃあ次もこのレベルワインドを洗っていきたいと思います。レベルワインドね、ここはこうやってイーリングついてるから取るんですけど、パーンって飛ばしてしまわんようにこれ取ります。ここ取るのはこうな、むずいよこれ、飛ばさないと怖いからな。はい、取れた。こうやってねこんな感じで取ってもらって、でこのギアをこの樹脂のやつをこうやって引っ張ったら抜けるんでね、こうやってバラしていきます。こういう状態になって、ここも取ってね、結構汚れてるんで、こういうところね、こういう場合はこういう容器準備してもらって、本当はこっちのこれイーリングついてるのこれ外してバーってやったらいいんやけど、ちょっともう僕はもうめんどくさがりやから、こっちから大丈夫、巻き口も全然いいから、ここにね当たらんようにこっち側をしっかりと洗浄していくと、ペアリング濡らさないようによくしてもらって、濡らしたら洗ってしまえばいいよ、こんな感じでね綺麗にしてもらってね、これ乾かしとこう。でこのレベルラインの周りの筒もねこうつけてもらって、こっちレベルこっちに何だっけベアリング入っとるから一緒に入れてしまうようにちゃんと外してからねやってください、ね、で綿棒みたいなんでこうやってきれいにねこっち側掃除してもらうと、もうレベルラインはほんとね結構すぐ汚れちゃうとこなんで、定期的にこうやって掃除してあげるとより快適なタレになりますね。これもレベルワインドこう拭いといて、こう回してもらいながらウィーって洗うとちょうどいいんで、全然こう快適ですね。これを今すぐこうメンテナンスして使いたいときはこうドライヤーとかでちょっと乾かしてもらってしっかりと、はい、でまたオイルさして使います。これは今レベルワインドのところは綺麗だったんで、ここら辺はもうね簡単に汚れ取るだけにみたいな感じで、ワイプみたいなこう繊維が出ないようなねやつを使ってもらってしっかりと拭いてもらう感じで、ここもよっぽど汚れ取ったらこれ外してやったらいいですけどね、基本的には多分大丈夫だと思います。はい、でこれは OK だね。で続いてレベルワインドのこの裏のピンのものこれも洗っときます。
ここ入れちゃいます、まあ、ついでにこのレベルワインのも入れちゃいます。でまあこうパスクリーナーとかでボコボコってやりながらこう洗っちゃって、これ樹脂炒めやんやつやからね、まあ、多少つけといても大丈夫ですけども、まあ、基本的にはまあこの樹脂パーツとかは早めにあげてもらってやってたらいいかなと思いますけどもね。この辺は金属パーツなんで基本的には問題ないですけど、もうね、しっかりと磨いて細かいとこは綿棒とか使ってしっかりとね、きれいにしてもらって、最後こうこうやってね、小よりみたいに作って、ね、この中もね、ここら辺もしっかりと中も掃除できるようにしてもらったらいいと思います。はい、これでレベルワインの OK、 ネジの部分、コマが入っとった、ここもこうパーツクリーナーの中でこうシューって洗ったって、綿棒で中しっかりと拭いてもらった方が綺麗になっとって OK ね。この裏側も汚れ取ったりするで、ここに磨いたって、はい、これも準備完了や。で次はじゃあコマの部分もね、こういう感じで、こういう感じでしっかりと洗ってもらって、で拭いときます、きれいにね。でこれもまあ準備 OK ってことね。ピニオンギア、ピニオンギアもね、まあこれつけといたっていいかな、これとメインギアも、メインギアもこういうのはねこう外してもらって、このメインギアだけこうやってつけてもらう。でこうつけた状態でこうガーッと引っ掛けてもらうと、ボコボコボコってしてあげると、でまあこう古いグリスとかも浮き上がってきてね、綺麗になるんでいいと思います。今こう洗ったらこうまあ見てもらって、汚れをどうかなと思ったらちょっと軽くこうやってまた洗ってもらってね、はい、で綺麗になります。これは歯ブラシとかああいうの使ってもらってもいいですけどね、綺麗になるんで。こういうのもしっかり乾燥させてからグリスとか塗るようにしてもらった方がいいですね。すぐ使う場合はドライヤーで乾かしてもらうという感じで、これもね、綺麗ね。これもね一緒で、これなんかこの今の状態とこれちょっと結露しとる状態になるから、このままになってこうドライヤーで、あと結露してる状態はドライヤーで洗っていくと、これだんだんこれ直ってくれちゃう、こんな感じ。これは普通の汚れだね。全体乾かしてもらって、これも準備完了で、このピニオンも一緒に念のために乾かしてもらって、はい、大丈夫です。でここでね、このサイドプレート、ここもなんかこうグリスとかついとるからね、こういうとこはしっかりとタッパーズクリーナーで拭いてもらってね、内側、はい、こういう感じでね、きれいにしてもらっといて、
で、まあここで、ベアリングここに入ってるんでね。これもまあ取っといた方がいいかな。取ってね。ここら辺も取ってしまう。いいんで。まあここのメカニカルの奥にあるベアリング、これがまあキャストフィーリングに結構影響するんで、これをしっかりと外してね。飛ばさないようにこうピンセットの先の細いピンセットのようなものでしっかり持ってもらって、ちょっとこの指で押さえつつね、取った方がいいです。ここはもう飛んじゃうんで、こういう押さえつつね、こう取ってもらうと、こうやってで、まあこう置いてもらって、でここでもうこれでベアリング抜けるようになるからね、ピッピッて簡単に抜けるから。であとはベアリングの洗い方ですけども、こうペアーツクリーナーで回転させながら、こう、わかります？これ、マートの。こう感じで、回転させながら、こう、しっかりと洗うようにね。中に入ってるゴミとか、こう、外にバーって飛び出してくるんでね。はい。で、しっかりと洗ってもらって。あとは、まあ、ベアリング特にね、ドライヤーでしっかりと乾かしてもらうと、いいですね。ベアリングは特にね、ゴミとか気にするんで、しっかりこういうとこにきれいになったら置いてもらって、でこのオイルをベアリング用のオイルをね、こうしっかり、ベルの場合はこの一滴でいいんでね、こうやって一滴落とします。でまあ簡単に回してもらって、なじましてもらって、なじませてもらってからこの中に戻すと。で仕上げはこのピン飛ばさないようにね、ここの溝が掘ってあるんで、内側にこう端から順にこういう感じで押し込んでいく感じでね、イメージでいいんで、はい、入れてもらうとこうやって簡単に収まります。ここでグリスアップをしていかなかんね。まずはこれドライブシャフト、そんな多すぎずに軽くこう全体にしっかりと塗れてるっていう感じで、こんな感じでまあ塗ってもらって置いとくと。次は、ピニオンギア、ピニオンギアにもこんな感じでね、まあ、つけてもらって、全体的にこうやってまあつけてもらえば OK ですね。はい、で最後はメインギアね、メインギアにこのマイクロモジュールギアになってるからね、こう細かいですけど、この隙間にちょっとこう埋めていけるような感じで、入れてみましょうね。だいたい一周こうやって塗ってくれたら OK です。はい、これである程度準備が揃ったね。はい、ということでね、一通りやったんで、組み立てていきたいと思います。でまずね、この黒い樹脂の部品をこの裏側からパチッとはめます。この穴があるんでね、こっちのそこを合わせてもらえればこうやってパチッとはまります。で続いてこのね、黒い部品、これもここにね、こうやってはまります。これちょっとグリス塗ってついてますけど、ここももう今の段階で塗っといたらいいかな。ここに
この部分ね、ここら辺にあのクラッチ切った時に動くやつがあるから、ここだけちょっと塗っといてやればいいと思います。滑りが良くなります。はい、こんな感じで、ね、で続いて、あ、これとりあえず、ネジで留めていきますね。固定しておきます。で、ここでネジがこの3本ね、あの金属に、留めるネジはね、ちょっとこういうタイプで、細かいのは金属に対してやるやつで、ま、緩いやつが樹脂に対して効かすネジ。まあこれネジね、こうやってもこうひっつかないですよね、こうやって。でこの裏っ側ではめるのが大変なんで、こういう時にちょっとした裏技、この裏っ側についてるこうグリスをこの先端にちょんとつけてしまったら、あ、つけてしまったらつけてもらったらいいな、こういう感じでネジのところにくって刺した時にひっつくんです。まあこういう感じで簡単にネジ穴に留めていけるって、ちょっとプチ裏技ですね、これは。つけれるんで、この3箇所ね、ちょっと止めてもらって、でこれはもう動かなくなるんで、次ね、この金属の部品かな、これもちょっとね、はい、汚れちゃうとあれなんで、パーツクリアで拭いてもらって、ね、こうやって汚れてるんで、でこれをこうはめる。でこれはめるときに忘れてあかんのが、もうクラッチをねこの段階で入れとかんと、後でもう取り付けれなくなるから、こっち側のクラッチをこう入れて、でこうはめてもらうと、こんな感じね。クラッチもはまるとこがあるから、こうやってもうなんちゅうの、この金属のやつに出っ張りがあるんで、そこに止めてもらったらいいかな。でここの段階でまたそのクラッチを止め取ったネジをね、これもクラッチ樹脂なんで、こういう先みたいなネジになってるんで、それをこのクラッチの裏側からグッて止めてしまうと、そうするとこうやって安定するんで、これでね次の作業に移れます。はい、で次はこのね、バネ、長い方と短い方あるんですけど、この長い方をこの差し込む感じで、このここの穴にね差し込みます。はい、んでこのね、何パーツか知らんけど、クラッチに使われるパーツよね、ここでこれをつけてもらって、まあここの先端にこの樹脂の部品があるんで、これが落としてないように確認してからね、落としてあったらこれもつけて一緒に入れていきます。でバネの反対側の短い方に通してもらったらこれでいいんでね。はい、でここでこのセンターのベアリングをここに入れておきます。はい、こうやってね入れちゃいます。でこの樹脂のこのパーツ、これをここに、さっきのクラッチの部品のところに穴が、出っ張りがあるんで、そこにこの穴が合うように入れてもらうと。でここからちょっとねグッて、こんな感じではめてもらって、であとはこれをね、この金属のこの部品あるんで、これをこういう風に装着していきます。今から一応こうやって入れちゃえばいいかな、こうやって入れちゃってから止めてしまうかな。一気に片方だけグッと締めるんちゃって、両方ねバランスよくこう締めていくのが大事ですね。
これさえ止めてしまえばもうあとはねこのクラッチがバイーンってなることもないし安心ですからね。ここでクラッチがしっかり切れるかなっていうのをチェックしてもらって帰って OK ですね。でまあここグリス塗ってあるところでこれ稼働してるのが分かるでしょ。これそうここが動くんでここにグリス塗っとくと。次の部品に行こうか。これこのレベルワインドのやつを動かすやつを組んだりとこうか。ここでレベルワインドのやつを動かすやつでめちゃくちゃやな適当やな。あでもまあそうやな。ウォームシャフト、あウォームギア、まあ、ダメかな。そんな感じやな。でこの樹脂のこの出っ張りがある方、こっち出っ張りがあるんでそれを下に向けるようにして取り付けます。これもねはまる向きがあるんでちゃんとそこ見てもらってそれに合わせて止めると。止めたらイーリングがあるからこのイーリングをここにパチッとはめると。ほらパチッとはまったこれで大丈夫で、まあここも一応ね可動部ではあるんでここら辺にまあ、クリス塗って、あげといたらいいんじゃないでしょうか。大体で、大体でな。うん、いいね。で、ここでじゃあ、このレベルワインド取り付けておきます。はい。このレベルワインドを、まあ、まずね、このピンで固定します。ここにね、穴があるんで。このここの穴を通して、まあ、こういう感じになるんですけども、でここの中にこのレベルワインドのこの上の方のちっちゃい穴ねこれを通すとこれでいいね。これでレベルワインド落ちやすくなるから、まあこの状態でさっき言うたねこのちっちゃい部品でこのこいつをこの溝そこにこうパコッてはめてパコッてはめる。んでこいつを通してやろう。ここにこういう感じにね、このこっちからのベアリングが収まるこの穴があるからこの向きはもう定まってくるから、ここでここでね、ここはちょっとまっすぐ入る。これ収まるから綺麗にね。でここに対してこれが止まっとったネジをね取ります。このちっちゃいネジこれね、こういう感じにね締めていきます。何でもそうやけどこう片方マックス締めてもう一個締めるんじゃなくて最後まで締め切らん感じにしておいて、あかんかこれちょっと傾けるとこういうの出かけてくるから、こうやってこの板がねさっきのこれちゃんと押し込んだってください。押し込んで止めやんとあかんか、これねもう一個の方も一応締めていきます。こういう感じでで、こっちも締めると。で、こっちももう一回締める。で、均等に力が入るような感じで締めていかんとね、片方だけだとこういう感じで締まってまう可能性があるから。はい。これで、まあ、しっかりとここまで来たんで、メインギアつけていこうかな。このプレートね。これが裏。こっちを持ってね。まあ、大体こうやって、跡がついてるんで、それが上向きやと思って持ったらいいですね。こっちは溝が掘れてるんでこっちが裏ね。でここの下が一番下がこれ四角になってるからそこにはまるようにねこれをこう
奥まで入るようにしてつけてもらいます。で続いてこのねこう板を入れて、でメインギア、このメインのギアですね、メインギアを入れていくわけです。はい、メインギア入れます。でこのドラムのねやつも入れて、このなんか要は押さえるやつ、ドラムかなんかを、なんちゅう名前か知らんけど、これも入れて、これでまあメインギアとこう OK で、続いてピニオンギア、ピニオンギアはねこの樹脂の部分で見てもらったら分かるけど、こう斜めに切ってあるね、ここ裏側というかこの斜めに切ってあるやつを下向けるようにして、だ上の面はこうフラットな感じでなってる向きにしてつけていきます。こういう感じね。でこの樹脂の部分が、メインギアと反対に来るようにねつけます。こういう感じ、ね、でこんな感じ、下のベアリング中にこれが収まるんで、こうやってこれバッチリ。これでこの時に、まあ、ちょっとなじませる感じでこうメインギアのこの上のプレートをグッと押さえた状態でちょっと回してください。こうやってそうするとこれこれグリスがこうウーッと出てきて馴染んでくんでね、まあ反対にも回したりして、まあでこれでつけすぎてるとここにブチューって溜まったりするから、それはまあ拭き取ってもらったりです。これ今回ちょっとベストな感じでな、ちょうどいいぐらいで、ここでバネ、この上にねバネを装着、装着バネをね、これもできて、これもできたみたいなもので、ここでこの筒をこうやって入れるんですけども、筒がこれ、はい、この先端がこうなんか見てわかるかな、こんな感じね、先端こうなってるから、この切り欠きの部分というかこの出た部分が入る溝がこの金属プレートに掘られてるから、そこにグッと入るようにしっかりと装着します。ここで初めてこのサイドプレートをつけるわけです。こうやってよし、慎重です、慎重。あ、これはまった、これね、とりあえずここと軽く取ります、軽くね、とりあえずここ軽く取るとこ、がっつり本気に締めるね、軽くね、軽くします。これで、今気ぃつけながらこのここの部分のさっきつけたあの長い筒みたいなやつがこう出てくると、あとでもう厄介やから、ここら辺でこうこのベアリングも入れてあるわけや。そう、このここがフラットになるような状態やったら正常です。ちょっとなんか出た状態やったらあの溝にはまってないっていう状況になるんで、ここは一つの判断基準になります。でこの裏側ね、この裏側のこの部分、蓋をねしっかりこうはめていくわけです。これここでね、こういった感じはめて、これもこれ蓋していくわけです。ここでまあ気ぃつけなくな、ほんとさっきのあのベアリングがボコって出てこうへんかっていうね、もう出たらもう面倒やわ。これネジもう一回緩めなあかん、ここで今出てないから大丈夫やけど、まあこの状態まで来たらしっかりとこうね締めると、マシ締め、マシ締め OK。 んでここでこのカバーね、メカニカルキャップに、これはまあ締めすぎないようにね、後でスプールのシャフトで調整するときにちょっと緩めの方がいいから、はい、でここに
このねワッシャー、これとこれまず一チャーして入れますと。で続いてこいつね、このぐにゃって曲がってるやつのこっちの向きでね入れます。下の方はで、これはこっちの向きで入れます。もう一個これ一緒のやつあるから、これ今度は逆向きね、これこっちで入れますと。でここの次にこんなんか片方ちょっと銅っぽい色で、片方ちょっと黒ずんだ色みたいなやつ、なんか知らんけどこれ入れます。で次にこのネジ、四角いネジ、四角いネジを入れていきます。この時に注意したいのが、このネジの向き、メインシャフトか、これメインシャフトの部分にこういう風な両方がこうフラットになってるんですけども、このフラットな面とここの四角いネジのやつフラットな面がこう平行になるようにこういう感じで先にセットしておきます。ここの段階でもう先これつけとこうか、ここね、この裏側のネジ、まあ、もうちょい早い段階でつけてもよかったんですけども、これつけとこうかな、ここにね、でブラインドのとこにあるこうつけていきますよ。しっかりつけた状態で OK。 このこれもつけとくか、このベベルアインドのピンもね、ピンここのこの溝に収まるように入れます。こうとりあえずこういう感じで入れて、この蓋をね入れるんですけども、この奥になんかちょっと例えばこうカタカタなるとあかんかな、ちょびっとね、ちょびっといいですけどグリスちょっとつけといたらと、まあいいと思います。ねじ込んでいきます。しっかりとね収まるように、こうこれを何ていうんですかね、メインシャフトを回しながら入れるときっちりはまると思います。でまあさっきのこう平行にしといたやつと、なんでこれ平行にしたかっていうと、この難しいのはこのドラグをつけるのが意外と難しくて、ドラグのこの内側の四角形とさっきつけた四角形のネジのが関係してくるんですけども、この四角形とも同じように状態に合わせます。これ今の状態とこの四角、そなんちゅうのドラグの四角形とこの内側についてる樹脂の部品のこの側面のカットの部分が全然平行になってないんで、これを平行に合わせておきます。こんな感じで一回こうフィッティングチェック乗せて、こうここまでしっかりと収まればバッチリ、これこの何ていうのメインシャフトの一段こう広がっとるとこと、ことつらい位置ぐらいになればもう全然大丈夫です。はい、でこれ一回外して、この前に入れるやつがあるからね、このバネね、このなんやこれミルフィーユ構造になってるバネや入れて、その上にこうこれね真鍮っぽいワッシャー入れて、でここで初めてこのドラグ入れます。でさっき位置合わせたから
こういう感じで合うんです、位置がね。でこれバネが入ってるグッと押さえた状態で、この何やこれ金属プレート2枚入れて、これ通常のコンクやったらこんな感じじゃないですけどね、これあのハンドルをうちのオリジナルのやつになってるんで、こういうプレートになってますけど、これをつけるのにね、こういう感じで押さえると、でセンターナットで締めていくわけです。グッとね締まればいいわけですよ、これで。OK、とりあえず片側は OK ね、これで。でここで反対側というかスプールか、次はスプールもねちょっと掃除しておきます。バスクリーナーでこのシャフトね、もう簡単に拭いておきます。でまあついでにこうスプールのエッジとかもこう掃除してあげたらいいかなと。こっち反対のシャフトも拭いてあげてね、これもきれいにしておきます。でこっち側のねベアリングの洗浄もせなあかんねんけど、ここもここ大事だ、この五角形のピンがついてるから、これも飛ばんようにねしっかりとこう押さえてこうやって取る。でこっから感じ、この磁石がこの GPN のやつなんで、こうマグネットブレーキシステムになってるんでね、こう磁石がついてるんですけども、その磁石にこのベアリングがひっつくとあかんから、こう磁石こう隠す状態にしてもらって、で中のやつ抜くと、うん、周りの磁石にペチャってひっついてしまうとこう磁化してしまうから、これがねベアリングが。でこれも一緒でさっきのと回しながらあります、こうビューンって感じでね、もう綺麗になりますよ、これ。これで洗ったら、あとはドライヤーね、でしっかり乾かしてもらう。オイルをもう一滴ね、ここに一滴垂らすと、でなじませる、戻すと、戻す時もこの磁石のとこ、こうやって押さえてね、押さえてここにシュッと戻すと、これでバッチで、最後はこのピンね、五角形のピンを飛ばさんように内側の溝があるから、そこに沿って入れていきますと、こういう感じ。全部入ったかなって確認して、これバッチリで、あとはもう組み立てるだけなんですけども、その前に僕はこのシャフトにもちょっとオイルを軽く塗っておきます、反対側も。はい、で組み立てていきます。スプールを入れて、このサイドカバーをはめて、今のほうでいいかな、はまった？はまって、ここを閉じた。で、このドラムちょっと締めてもらって、あとはこのスプールのガタつき、これ今まだガタつきがあるから微調整していってもらって、全く動かなくなったらダメやから、ちょっと動くかなぐらい、うん、ちょっと動かなぐらいでベストなんで、でこうこれで完成、一通りね、
うん、滑らかっすね。はい、でついでにまあこのベアリング、ノブのベアリングの洗い方というか、ノブのベアリングもここで洗浄しておきたいと思います。このノブのベアリングはね、この1円玉でまずこのエンドを開けます。まあ、これいろんなメーカーのやつによってちょっと違うんで、そのメーカーのやつを参照にしてもらったらいいと思います。奥にこうネジが入ってるんで、ネジを外すと、ネジ外します。でこう抜いてしまうと、このベアリングを、まあ、これ2つあるんでまずとりあえず出してもらうんやけど、まあこういうのを上に出しとけばいいかな。もう1個もこっちか反対側にねベアリング入ってるんで、それも出してもらって、でまあ先にここはここかな、シャフトをね、ついてたシャフトをこれでね洗います、きれいで、この時に気をつけてほしいのが、ワッシャーとかも入ってるから、ワッシャーとかなくさんやしてもらって、しっかりと拭いてもらいます。で、ベアリングがあるのか、ノブベアリングをこれも一緒回転させて洗う、回転させて洗うね。でドライヤーで乾かす。もう一個ね、一緒の作業、こうやって感じで洗います。もう一個も。で、こっちもね。でこれも一緒、オイルをね一滴ずつ刺します、オイルを。でこれもシャフトにちょっと塗っといてもらってね。であとはで、まあ、ここで、まあ、ワッシャー入れてもらってね。んでベアリングを入れると、まあ、これはまあノブがついとった順番に、ノブがついとった、まあ、ついとった順番に入れてもらえば大丈夫です、これは。で、ノブ本体入れてもらうと。で、まあ、まあ、ワッシャー、また、あって、入れると。で、ベアリング入れます。ね。こんな感じで、入ったら、ネジでね、ネジ入れて。でまあベアリングあんましっかり入ってんだと思ったら、ここら辺でちょっと締めた時にこう確認してもらって、どうかなっていう。でグッて奥まで締めて、こんな感じでよく回るよってね、こんな感じで OK ですね。はい、でこの最後蓋を締めると、で1円玉を使って蓋を締めます。閉めてもらって、はい完成、これでね。はい、ではもう片方も一緒のようにしてもらえればいいんで、これで完成ですね。でできました。